こんにちは、マミーチューバーマミージングマミージングご覧の皆さん、元サッカー日本代表でヴェルディ、J リーグ15年ぐらいやって5年アメリカでプレーをして、今ここアトランタにサッカースクールできました山田拓也です。今回8年目のまずアトランタサッカースクール、はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。感想を一言お願いします。感想、なかなか一言、一言で言うと楽しかったっていうのがまあ一つなんだけども、今日本に住んで、仕事をしてますけども、こういうアメリカに帰ってくるきっかけがまずあることを嬉しく思います。で、始めたきっかけっていうのがアメリカで僕がプレーしてる時に日本の子供たち、日本人の子供たちはたくさんいるな、この国には。だけど自分の意思で、アメリカに来てる子っていうのはいなくて、親の転勤っていうのがまあ基本なのかな。で、言葉も違い文化も違う、厳しい環境に来て、土曜日は補習校といって、日本語の勉強しなきゃいけないし、普段は現地で学校行かなきゃいけないし、本当に大変な思いしてる子どもたちがいるってことをこっちに来て知りました。で、そんな中、その子たちが、僕のゲームを見に来てくれたことによって、アメリカのチームで僕のチームは10カ国ぐらいの選手がいる中で、キャプテンとしてプレーさせてもらってる中で、みんなが普段苦労してること、人種差別もあるだろうし、言葉の問題もあるだろうし、そんな中、自分のプレーを見て本当スカッとしてくれたっていうのがまず一つありました。で、そんな風に思ってくれた子どもたちと、なんか触れ合れるきっかけないかなっていうので、サッカースクールを8年前に始めました。アメリカにプレーしに来るきっかけとはどうだったんですか？なぜアメリカに、はい、もともとは掘り下げると、高校の時に親友が卒業してアメリカの大学に行きました。で、アメリカじゃない、カナダの大学に行ってて、で、そこ遊び行ったりしてる中で、海外に住む魅力とか、かっこいいな、純粋にっていう思いもあるし、英語喋れるのもかっこいいなと思ったけども、僕は大学に行き、ヴェルディに入り、プロ選手になり、なんかサッカーやってると留学ってできないんだなと思ってました。で、そんな中、中田秀かな、秀がイタリアに行って、その後いろんな選手が海外に渡りプレーをしている中で、自分がサッカーで海外に行く、サッカーで留学ができる、留学っていうのはまたちょっと違うかもしれないんだけど、っていうのができるんだと思った時に、とにかく外出たいって気持ちはありました。ただなかなか日本の J リーグっていうのもいいリーグで、給料も良かったですし、なかなか出るきっかけない中、35歳の時に日本であまり必要とされなくなった状況の中、自分の体的にもメンタル的にも全然できるなと思っているところに、海外、オーストラリア、タイ、アメリカ、そんな国々のトライアウト、テスト入団ですよね。テスト入団をするチャンスがあるということを知り、チャレンジしました。で、そんな中で決まったのがフロリダのタンパのチームで、なかなか長い間サッカーやってきて、こんなパームツリーのリゾート地でホームチームにこうなんかできるのなんて、いい経験だなと思って始めた1年目のアメリカが、2年目、3年目では優勝し、ベストイレブンだったりとか、
5年目、38、39ぐらい、5年目、そうですね、さ40超えても、まあファンとファンにも認めてもらい、こうやってる中で、アメリカに来たきっかけとちょっと違う話になっちゃったんですけど、きっかけとしては、まあそのもともと行きたい、留学がしたい、まあそこにサッカーっていうのは世界中どこでもある、まあ英語圏がいいかなっていうのでアメリカに来ました。はい、皆さんも多分知らないと思うんですけど、タンパラウディンズとは、あのサッカーの神様のペレですね、もう最後アメリカに来てプレーしてたチームで、チームじゃない、そうなんですか。ペレはニューヨークコスモスでのライバルチームでタンパベラウディーズとかって、ラウディーズでプレーした今コロンビアのキャプテンですね、バルデラマン、はい、バルデラマンがプレーしたチームでもあり、はい、今現在ジョーコールがプレーしてるチームです。そうですね、はい、その中でもう最後はキャプテンをしてあのプレーされた山田拓也選手だったんですが、はい、アメリカに来て良かったこと、まあ本当に来て良かったことは本当にたくさんあって、でまずは、まあ、自分が何人かっていうのをはっきりアジア人で日本人でっていうことをはっきり把握した。で、まあ、外から日本がどう見られてるのかとか、日本をこう感じることができたっていうのが一番大きいかな、アメリカに来て。はい、じゃあ最後に、おそらく日本にたくさんの、若者でアメリカでサッカーしたい、まあ、アメリカでスポーツで成功したい、まあ単にアメリカに留学したいという若者がたくさんいると思うんですけど、はい、その若者たちにメッセージをお願いします。メッセージ、そうですね、僕は、まあ、来る前から英語は喋れたわけでもないし、そうじゃない中、今現在ナイキジャパンという会社に入っています。で、まあ、そこに入れたのもある程度の英語、外国人に慣れているってこと、まあ、いろんな要素があってナイキジャパンに入れました。で、本当に好きな、自分の好きなものを生かしてこの国アメリカで、語学より先にサッカーの方がコミュニケーションスキルとしてはめちゃめちゃ高かったので、サッカーを通じて語学を学ぶっていうことをこっちで、まあ、必然とやりました。で、そんな中やっぱり、そうだな、アメリカに来て来なきゃわからないことがたくさんあって、で本当に今日本は鎖国とは言わないですけども、出ないことによって知らない世界が外にはもっとたくさんあるってことを、もっともっとあのみんなに、まあ、少しの、ね、3ヶ月の留学でもいいし、短くてもいいからみんなどんどん外に出てほしいと思います。その上で本当に日本の良さを改めて多分感じると思うし、その上でどこで生活するのかって自分で決めればいいと思います。まあ、外に出ると日本の魅力が本当10倍ぐらい増します。なんでぜひぜひ外に出て、で、まあ、語学を身につけることによって世界が本当広がるし、今まで近いようでなかなか会話ができなかった韓国人、中国人ともいろんな話ができます。なかなかハングル語を覚えたり中国語を覚えるのは大変だけども、英語というコミュニケーション能力がつくことによっていろんな国の人といろんな会話ができる、プラス日本が外から見たことによって魅力が増す、この2点に尽きると思います。ぜひぜひ皆さん日本から出てさらに日本に帰って活躍するでもいいし、さらに世界で活躍するでもいいし、そんな経験をぜひぜひしてほしいと思います。長くなりましたよ、山田拓也です。本当に貴重な言葉ありがとうございました。ありがとうございました。